明美です。ですね、音声がですね、ちょっと外部マイクここについてるんですけれども、その電池がなくなってきて、だんだん聞こえづらくなってきてたみたいですいません。電池新品に変えました。昨日ですね、映画、ちょっとケーブルテレビの映画見てたんですけれども、いつも途切れ途切れしか見れないんですよ。その休憩時間帯とかに見るんですけれども、なんかパッてつけたら、サメが空から降ってくる映画、タイトルは何か忘れたんですけれども、なんか、サメが空からビューって降ってくるんですよ、いっぱい。ほんで、みんな逃げてるんですけれども、そのサメに当たったら腕がもげたとか、なんか、食われたとか、腹割って食われたとか言って、うーって外人の人が、俳優さんなんですけれども、うーって倒れて、なってる映画ちょっと見かけて、何これ、なんか、すげえありえへんねんけど、おもろって思ってしまいました。何の映画なんですかね、もし、機会があればちょっとツタヤで見てみたいんですけれどもすいません、ツタヤで借りて見てみたいですね。すいません、なんか日本語編で今日ラストです。すいません、ラーメンですかいの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。 JAL さんと日清さんのコラボレーション食品、ラーメンですかい和風醤油うまみですね。こちらが原材料名になります。エネルギーは1食あたり162キロカロリーですね。はい、こちらが中身です。あれ、かまぼこが見当たらない。だけどこれなんかコーンがいっぱい入ってて、なんやろこれは、お肉ですかね、メンマですかね、わかんないんですけれども、楽しみにしていたちっちゃいかまぼこ、入ってます。ちょっと奥の方に入っちゃってるんですけれども、それではお湯入れてまいります。すいません、出来上がりました。ビデオの録画ボタンを押してるつもりでレビューしてて、ちょっと食べちゃいました。すいません。割にコーン多めですね。最初出来上がりたては上にチャーシューみたいなのがいっぱい乗ってて、具も割に多かったです。それでは、JAL さんのラーメンですかい、お味の方チェックさせていただきたいと思います。これもあっさりしてます。お味は日清さんのカップヌードルあるじゃないですか、あれに似てるんですけれども、それよりも薄味みたいな感じで、それでいて味はしっかりしていて、あと麺がですね、教えていただいたんですけれども、伸びにくい工夫がされていて、なんかやっぱ歯ごたえがちょっと違う感じがしますね。美味しいです、すごく。すみません、それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。